動画ご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマは今後あの人との関係が進展する可能性はというテーマで、お相手の方とあなた様との関係が今後進展する可能性があるのかどうかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティンシャの音色で始まりの合図としていきます。ティンシャの音色にはこの場を清める効果に加えて気持ちをつける効果もあると言われていますので、ぜひですね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、ではですね、本日もリーディング始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速リーディングに入ってまいります。選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいておりますが、それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのですね、ヒーリング、ヒーラーオブジエイジーズというカードで、時代のヒーラーというカードになります。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきます。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。B はこちらのですね、エンジェル・オブ・ストレングスというカードで、力の天使というカードになります。こちらが、ですね、B になります。最後 C のカードです。C はこちらのですね、休息と若返りというカードになります。はい、こちらが C になります。何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードを選びいただく時間10秒ほど取りたいと思いますので、直感でカードを選びください。それではどうぞ。はい、カードを選びいただきましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのヒーラーオブザエイジーズというカード、もしくは A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、今後あの人との関係が進展する可能性はということで、お相手の方との関係が進展する可能性あるのかどうかっていうところをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の現在の状況がどういったものなのかっていうのを見ていき、そこから進展する可能性があるのかどうか、あるとするならば、どんな時期タイミングになりそうかっていうところを見ていきます。そして、今後ですね、実際に進展を起こすためには何が必要なのかっていうところも見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはじめに現状と進展する可能性、そして、ですね、進展するのであればどんな状況か、タイミングかっていうところを見ていきます。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカードからですけれども、こちらがお相手の方とあなた様の現在の状況を表していて、こちらはお相手の方との関係が今後進展する可能性があるのかどうか、こちらがですね、まあ、あるとするならばどんな状況、タイミングなのかっていうところを表すカードです。では見ていきましょう。
はい、ちょっと全体的に見させてください。うん、進展の可能性のところに0、1というですね、まあ0というのはまあ0っていう意味もあるんですけれども、本当のスタート地点、そして1というのは実際の一歩目っていうところを表すカードですから、0、1が出ていますので、まあ進展する可能性はあると思います。うん、ただそのためには休息が必要だっていうことが出ていることに加え、ここですね、愛の始まりっていうカードがこれまず逆位置になっています。でそのカードの隣には余分なもの、余分なもの、不要なものを片付けるっていうカードが出てるんですね。だから不要なものを片付けないと愛が始まらないよっていうことは、何か恋愛以外のことであったり、まあお二人の関係外のところで、もう本当になんかこう、つっかえになっているものがあるんじゃないかと。うん。本当はもうね、こう、始められるものが、なんかこう、何かに止められていたり、なんかこう、当選棒みたいなね。うん。なんかそういう障害物が多分あるんだと思うので、それを先に、まあ、なんて言うんでしょうかね。撃退するというか、排除するというか、うん、そういったことを、まずやっていかないと、逆に言うと進展っていうのは見られないと思います。うん。そこを、なんだろうかな、その、障害物の存在を無視して始めようとしても、なかなかそれは叶わないと思うので、だからちゃんとその恋に向けた努力が実るためにも、まずはなんかこう不要なものをね、片付けていかれた方が、うん、実際に進むんじゃないかなというふうに思うので、うん、ちょっと強引な手段は通用しないっていうカードも出ていますから、うん、ちょっとね、このあたり見ていきましょう。はい、では見ていくと、まず上のカードからです。お相手の方とあなた様の現在の状況ということなんですが、先ほども見ましたが、こちらのカードからです。カップのエースというカード、これが逆位置になっています。カップっていうのがそもそも愛を表す、愛とかまあ感情とかをね、表すエレメントというかね、象徴なんですけれども、その中でのエースっていうのは始まりという意味の数字の1が描かれていますから、まあ数字の1ということでカップが一つ描かれています。で、まあ愛の始まりということでね、まあ愛の象徴とエース1っていうね、始まりという意味を持つ数字の愛の始まりのカードが逆っていうことは、なかなかその愛のスタートというものがまだこう踏み出せていないんじゃないかなと思います。うん。なんて言うんでしょうかね。その、例えば、まあ、運動会でも、かけっこでもなんでいいんですけども、用意ドンのこの、なんでしょうかね。あの、ピストルの、あの、音がまだ鳴っていないというか、うん、実際にこう、まだ始めたくても始められないみたいなね。うん、なんかそういう状況なのかもしれません。けれども、これというのは、そもそも二人の恋が始まらないものというよりかは、始められるはずなんだけれども、始められなくさせられているみたいな状態だと思うんですね。うん、というのは次のカードで見ていくんですけれども、こちらのカードが出ました。うん、このカードっていうのはですね、デクラッターというカードで、これはですね、不要なものを片付けるっていうカードになります。自分が手にしたい望みの世界ですね、この地球が描かれていますけれども、世界を手にするためには、まずは余計なもの、余分なもの、不必要なものを先に片付けていきなさいと。それを片付けないと、なかなか自分の望んでいる世界っていうのは手に入らないよっていうカードになります。ですから、お相手の方との恋を、まあ、恋愛をね、本格的に進めていきたいのであれば、何かその妨げとなっているものですね、それがなんかこう、今の状況であったり、悩みであったり、トラブルであったり、人間関係であったり、まあお金のことであったり、まあ距離的な問題もあるかもしれないですけども、まあそれは不要なものではないかもしれないですが、うん、あとはなんかこう、自分の中に染み付いている考え方とかね、うん、なんかそういったもう必要のないものですね。別に必要なものまでもこれ片付けなさい、処分しなさいっていうわけじゃなくて、必要のないものを処分しなさいっていうことを表すカードになります。ですから、まず第一にしていただきたいのが、何がお相手の方との恋愛において必要なものなのか、そして逆に不必要なものなのか、その仕分けをしていかないといけない。まずね。で、仕分けをしていた中で、これはもう必要ないなと。ね、その必要がないなっていうふうにカテゴライズされたものには、もしかしたらこれまでの恋愛には必要なこともあるかもしれません。でも今回のお相手の方だけに特定して、やっぱり必要か必要じゃないかっていう仕分けをしていった方がいい。今まで全体を総じてというよりかは、お相手の方に限定した中での必要なもの、必要じゃないものっ
ていうのをこれ選別していき、その必要のないものを除去しないとなかなかスタートは迎えられないし、逆に不必要なものを片付けることができれば2人の進路が変わるっていうのが出たんですね。ソードの6っていうカード、これが正位置でした。このカードが正位置の時というのは、進路変更、路線変更、方向転換ということで、ようやく自分たちが進みたい方向性へと進むことができる、そんな進路変更が起こるよっていうカードになります。うん。ですから、ずっとこのままね、愛が本格的に始まらないままでいるのか、実際に始まるようなね、展開というか方向性に進むかどうかっていうのは、この今ね、お二人の間であったり、あなた様を取り巻く、まあもしくは中側ですね、内側かもしれないですけども、そこにある不要なものをいかに片付けられるかどうか、整理整頓できるかどうか、不要なものを手放せられるかどうか、ということにかかってきている。これはもちろんあなた様だけではないのかもしれないですが、お相手の方もその不要なものですね、あなた様との恋愛において不要なものを片付けられるかどうか、うん、っていうところが今の状況から進路が変わるっていうことにつながるっていうことだから、全然まだ今の時点が、なんて言うんでしょうかね、もう限界点ではないと思うんですね。全然まだ伸びしろはあるんだけれども、それが不要なものによってこう伸びなくさせられているだけで、そこをまずは片付けていくっていうことが大事だっていうことを今知らせてくれているわけなんですね。うん。まあ、そういう状況に今いらっしゃるんじゃないかという中で、進展の可能性はあるかどうかっていうと、まあ0、1というところもね、最初に見ましたけれども、これはあると思います。うん。で、どういったことが出ているかっていうと、まず0の0番目のね、カードから見ていきますけれども、フール、愚者というカードです。0というのは、まあ、あったものがなくなったっていうゼロっていうのもあれば、マイナスなものがゼロになったっていう意味もあってですね、まあ、本当にこう原点っていうところを表す数字なんですね。うん。で、このフールっていうカードにはどちらかというと、そのマイナスだったものからこうゼロになるっていうね、まあそういったカードなんですね。どちらかというと、というのもこれが正位置になった時というのが、自由を得るとかですね、何かこうしがらみからの解放、何か今まで囚われていたものから解放されてゼロの状態にはなったけれども、これから新しいスタートを迎えられるような状態になったっていうことを表すカードなんですね。ですから、お二人がそういった状況になったらですね、それは先ほどのカードと合わせて見ていくと、不要なものを片付けた時ですね、それがマイナス分がなくなってゼロになった時ですね、その時がようやくですね、進展するスタートラインに立てたということです。うん、実際にお二人が例えば今囚われているものとか、なんかこうね、制限制約されているところからこう解放されて自由になれた時ですね。その時に始まりっていうね、うん、実際に始まるっていうことを表すカードも出ているんですが、それがこちらになります。ゼロの後の1のね、1番目のカードです。うん。1というのは始まりっていうのは先ほどもお伝えしましたけれども、やっぱり一歩目がね、こう踏み出されるっていうことで、まあそういった進展が起こるっていうことなんですけれども、まあこのマジシャンっていうカードですね、魔術師というカードですけれども、魔術師というのはですね、まあ魔法を使う人ですから、魔法を使えばまあ現実が変わったり、望みを叶えられるっていうことで、自分たちの望みがこう叶い出してくるとかね、まあそういったまあ新しい変化が起こるとか、新しいスタートを迎えるとかね、そういったカードになります。うん。ですから、お相手の方との関係にも変化が起こる。それが、まあ、進路変更というところにもあったとは思うんですが、そういった進路変更だとか、ようやくね、念願のこのスタートですね。愛の生活のスタートとか、ね。そういったところが起こり出すよというね。まあ、そういったカードも出ているんですね。ですから、全然まだ進展の可能性はあると思うんだけれども、逆に言うと、今の状況を考えると、その進展の可能性を抑え込まれているっていうことなんだと思うんですね。この不要なものによって、だからそれをなんかこう取り除いていくっていうことはもうマストだとは思います。うん、先にやった方がいい。うん、最優先事項かもしれません。本当に進展させていきたいんだったらね、今の関係でいいというのであれば別にそこに対して対処する必要はないのかなと思うんですが、まあそういうわけでもないと思うんですね、あなた様の気持ち的にも。うん、ですから、まあそこをね、まずは処理していく、片付けていく、うん、ここがね欠かせないとは思います。うん、だから進展の前にここですねが出ていますけれども、休息と
Rest and relaxation is essential ということで、休息と、まあ、リラクゼーションですね。それは必要不可欠だっていうカードになっています。ですから、進展を起こすためには、一度恋愛をお休みする時期も必要なわけです。恋愛はお休みしているけれども、実際に何もかもが立ち止まるというよりか、恋愛はお休みしながら、ここですね、先ほどもお伝えした、不必要なものをこう片付けていくっていうことをしなくちゃいけない。その時期を設けないと実際に自由になれなかったりね、何かから解放されて始まるっていうことを迎えられないから、この立ち止まる時期を作るっていうことも必要なわけです。それをすることができれば、うん、進展の可能性っていうのはぐっと高まっていくと思います。うん、実際にそれができた後だったらば、進展する可能性っていうのは、まあ 100% を満点だとすると、うん、結構高いと思うんですね。80から90% ぐらいあると思います。ちゃんと、まあどこまでね、これ、片付けられるかっていうことにもよってくるとは思うんですが、うん、まあ、本当にこう高いと思います。うん。で、それがどんな時期に起こるかっていうことなんですが、やっぱりその、うん。うん。やっぱ自由を作り出すっていうことが必要なようで、ここですね。まあ、これちょっとタイミングというか、その状況をちょっと表すカードからお伝えしていくと、ワールド、世界というカードが出ました。先ほども、まあ、これね、地球をなんか手にしている人もいましたけれども、まあ、世界っていうカードはですね、これ理想の世界が作り上げられる。だから完成するとかね、夢や理想の実現とか、夢や理想がこう完成するとか、完結を迎えるとかね、まあ、そういったカードになります。うん。ですから、そのお相手の方との恋を進められる理想の環境とか状況が作り上げられたら、進展は起こってくるっていうカードになります。うん、ですから、まずここを作っていかなくちゃいけない。ね、いくら相手の方への情熱を燃やしたところで、恋愛ができるような状況が作れていないと、その気持ちに比例して関係性は進められないと。だからこそまずは理想の環境、理想の状況を作り出すっていうことに専念していきなさい。それに、ここですね。Take the lead っていうカードが出ていて、まあリードするっていうことなんですけども、手の上に炎が描かれていますが、情熱の炎を表しています。だからそこに情熱を燃やしていきなさい。で、このカードが3っていうのが出ていますから、この不要なものの、その、大小によってこの3の意味は変わってくると思います。ね。例えば、3日で片付くものもあれば、3週間かかるものもあれば、30日間かかるものもあれば、3ヶ月かかるものもあると思うんですね。今何を抱えているか、何が二人の間に立ちはだかっているかによって、この3という数字は、の意味は変わってきますが、ただ、恋愛はお休みしながら3という期間、そこを、例えば処理していく、片付けていくっていうことに専念して、実際に片付けられることができたら、その後にね、進展は起こるということです。だからこの3の持つ意味っていうのはちょっとこう人それぞれ変わってきますけれども、今ちょっとどういったものが今ね、二人の関係が進むのを当選簿しているか、この、大きさですね。によってこの3という数字をちょっとこうね、うん。自分の、に見合うね、こう期間として受け取ってほしいんですけれども、ただやっぱその3という期間はお休みして、この専念していくっていうことが欠かせないので、それを実際集中してすることができれば、これ進展という可能性は非常に高くはなっていくと。逆にそこに情熱を燃やさずに、強引な手段、まあ、強行突破みたいなことをすると良くないっていうのも出ていて、ワンドのクイーンっていうカード。逆位置です。このカードもともと正位置の時には芯の強い女性、信念の強い、女性を表すカードで、どんなことをね、言われてもこう、ぶれない、芯の強さを持っている女性なんですね。だから自分の信念を持ったことはやり続けるっていうカードなんですが、それがこれね、逆位置になると行き過ぎて、ちょっとこう、周りが見えなくなって、強引な手段とかね、わがままな手段、強引な手段とか、利己的わがままっていうことを表すカードになるので、うん。その、本当にこう、なんだか、周りを見ず、我流でね、いけいけみたいな。このやり方でええんやみたいなね、うん。そういった強行突破でやってしまうと、ね、この不要なものを片付けずにね、いや、私のやり方で行くんで、俺流、私流、みたいなね、ところで行き過ぎると、逆に言うと、進展が遠のいてしまう、うん。っていうのが出ているので、その強引な手段には出ない方がいいとは思います。うん、
ではですね、次にいいですが、今後ですね、進展が起こるためにはですね、どういったことが必要になってくるのかっていうのを見ていきます。はい、では見ていきましょう。今後ですね、進展が起こるためにはどういったことが必要なのか。なるほど。はい、では見ていきましょう。まずは、ここですね、見ていきます。預言者というカードが出ています。ですから、何かこう、あなた様に予言されたこととか、アドバイスして、されたことですね。ですから、それをね、こう、忠実に守っていくっていうことが大事だっていうのが出ました。別にね、これは、私の動画を見ていただいているからといって、私がその、今お伝えしたようなこと、だけじゃなくてね、あなた様が一番こう信用に足る人が予言してくれたこととか、例えばまあこうした方がいいよって、言ってくれたことですね。先を見据えてこうくれたアドバイスですね。それをやっぱこう忠実に守っていく、忠実に実行していく、ということですね。これが非常に大事。それを途中で例えばまあ断念しちゃったりだとか、なんだろうかな、途中で、やっぱちゃうなと思って、なんかこう、また別の人にね、こう、アドバイスを受けるとかね。で、どんどんそのアドバイスを求める旅みたいな、になっちゃうと、やっぱこれは進展が起こらなくなっちゃう。だから、まあもちろんセカンドオピニオンっていうのが大事な場面もあるかもしれないですが、今はやっぱりその、いろいろ聞きすぎて、ブレてしまうことが多分良くないんだと思うんですね。あなた様にとって。だから、一番信用できる人でいいと思います。あなた様にとって一番信用できる人のその予言とか、くれているアドバイスをもう忠実にね、もうそれを言われたように、こう、実行していく。実行し続けていくということですかね。それが、すごい大事っていうところが出ているので、で、このね、45っていう数字が出ていますから、それをまあね、45日間やった方がいいっていうことは、やっぱり先ほどの、ここのカードがもしかしたら3という意味がね、まあ、30日ではこれ足りないですから、3ヶ月っていうことになってくるかもしれないですね。ですから、その、言われたことをこう忠実に、まあ、45日間、まあ、約1ヶ月半ですね。それをこう実行していくっていうことが非常に大事。それがこうね、事態をこう回復させていったりだとか、あなた様を良い方向に導いてくれたりとか、あなた様自身を変えたりだとかね、していくと思うから、この、なんだかな、遂行していくということがすごく大事っていうことと、あとはあなた様が心が落ち着く空間で過ごすようにしてください。特にこの45日間っていうのは、あなた様の心がヒヤヒヤハラハラするようなところで過ごさない方がいい。セキュリティっていうのは安心安全ということですから、あなた様の心が落ち着くところでやるべきことをやっていく。ね、この、アドバイスされたり宣言されたことっていうのはこれね、人それぞれ違うと思いますから、まだそれを受けていない方は受けた方がいいと思うんですけれども、信頼できる人にね、どうしたらいいかなっていうのを聞いてみてね。で、それをね、心がこう、ブレやすくなるところ、なんかこう、メンタルが不安定になるところじゃなくて、あなた様のメンタルができるだけ落ち着くところで過ごしながらそれを実行していく。じゃないと、その言われたことを信じ抜けなくなっちゃうから。なんかこう、ハラハラ、ね、ドキドキ、ヒリヒリ。ちょっともうこれ以上思いつかないですけども、そういう状況の、なんか精神状況ね、になってしまうようなところだと、ああ、言われたことなんか間違ってる気がするなっていうふうに思っちゃって、やっぱここでブレちゃしまうから、それだけがないように、安心できるところでできるだけ過ごした方がいいということ。そしてストレングス、力っていうカードが逆位置でした。この力っていうのも、もともと正位置の時には、これは、セルフコントロールっていうことを表しまして、自分で自分をコントロールするっていうことですね。
で、これ逆位置になると自分で自分をコントロールできていない状況を表していて、例えば、まあ、本能に流されるとかですね、欲望のままに動くとかですね、そうすることによって試練に遭ってしまう、試練に遭遇するということですね。うん。あとは、まあ、なぜかうまくいかない状況に陥ってしまうということで、自分で自分をコントロールできない暴走モードになっちゃうと、どんなに頑張ってもね、あがいてもうまくいかないという、もう本当にこう、負のスパイラルに陥ってしまうから、ここにならないように、ね、まずは安心、ね、自分自身をコントロールしやすい安心安全な空間、環境で過ごしながら、その言われたことをこう、全うしていくというかね、うん。信じて継続していくっていうことが進展を起こすために必要なことだよっていうのが出ていましたので、これもですね、参考にしていただけますと幸いです。はい、そして選択肢のカードも見ていきましょう。ヒーラーオブジエイジーズ、時代のヒーラーというカードです。このカードの意味としては、健やかさ、生命力の向上ということで、今あなた様に必要なのは、健やかさと、生命力を向上させること。まあ、健やかさを手に入れれば、まあ、生命力が向上していくと思います。思いますから、健やかさをね、手にしていくことが必要だと。で、この健やかさっていうのは、体の健康だけでなく、もちろん心の健やかさっていうのも必要になります。うん。ですから、それを手にするためには安心できる空間で過ごすってことは、まあ、効果的な方法の一つでもあると思いますから、そこでね、両方の健やかさを手に入れて、あなた様の生命力、まあ、生きる力ですね、それがこう、向上してきたときに、このね、言われたことを実行していく、実行し続けていくっていうことができれば、今の状況というのは全然伸びしろがあるっていうふうにお伝えしました通り、全然進展はしていくと思いますから、まあ、そこをね、ちょっとこう、意識しながらですね、これからをちょっと過ごしていただくと、進展が起こってくるんじゃないかなというふうに思いますので、うん。参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回もいただいたご質問についてお答えしていくんですが、今回いただいたご質問は、男性にとって拗ねる女性は面倒ですかというご質問いただきました。ご質問ありがとうございます。まあ、正直言うとこれはまあ、拗ね方にもよりますよね。一度拗ねてしまって、なんか機嫌が治るまでね、やっぱ長かったりすると、やっぱそれはやっぱ面倒だとは思われてしまうと思うんですね。ですし、やっぱり拗ねるぐらいだっていいんだけれども、拗ねて、例えばそれこそ、先ほどのね、ストレングスっていうカードの逆位置の通り、なんかもう自分をコントロールできていないなっていう風な様子が見受けられると、これはまあ、面倒くさいと思われてしまうと思いますから、まあ、拗ねるようなことがあったとしても、なんかこう、拗ねるというよりか、例えばまあ、寂しがるとかね、ちょっとこう、悲しがるとか、それぐらいに抑えていた方が、むしろお相手の方に、なんだろうかな、まあ、罪悪感を植え付けるというわけではないですけども、なんかこうね、お相手の方もよりこう、あなた様の、ご質問者のことをね、こう考えてくれるようになっていくとは思うので、ちょっとまあ、時にいいのかもしれないですが、拗ねすぎるのはあんま良くはないと思うので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、A をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、次にこちらのエンジェルオブストレングスというカード、もしくはですね、B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、今後あの人との関係が進展する可能性はということで、お相手の方との関係が進展する可能性がどれくらいあるのかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方とあなた様の現在の状況を見ていきながら、お相手の方との関係が進展する可能性がどれくらいか、そして進展するとすればどんな状況であってタイミングなのかっていうのを見ていき、今後実際にね、進展するためにはどういったことが必要なのかっていうことですね。こちらも見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめにお相手の方とのあなたさ、お相手の方とあなた様とのですね、現在の状況と、今後進展する可能性がどれくらいか、そしてですね、
進展するとするならばどういった状況なのかっていうのも見ていきます。はい、では見ていきましょう。上のカードからですが、こちらがお相手の方ですね。と、あなた様の現在の状況、そしてこちらがお相手の方ですね。との関係が今後、進展する可能性がどれくらいか、そして進展があるとするならばどんな状況、タイミングかっていうところを表しています。では見ていきましょう。ターニングポイントっていうことを表すカードが出ました。ですから、ここが、まあ、ここというか、今がですね、うん、ターニングポイントになってきているのかなと。そのターニングポイントっていうのは、ここから発展していくためのターニングポイントだっていうところがあるので、今が非常に重要な時期なのかなと、うん、いうのがまず出ています。そして、進展する可能性っていうのは、そのターニングポイントをうまく迎えることができたら、ですね、進展が起こっていくっていうようなカードが出ています。まあ、何々をしながらしていくと進展が起こるっていうね、豊かな状況になるっていうカードが出ている一方で、逆に言うとターニングポイントを逃してしまうと、なかなか思い通りにならなくなってしまうっていうところがあるので、もう本当にここ次第っていうところがありますから、今の時点では本当ですね、まあ、0% と 100%、100% がね、進展する可能性のマックスだとするならば、ちょうど真ん中にいると思います。今 50% のところですね。ここからどうしていくかによって 100% に近づいていくか、逆に言うと 0% に近づくかっていうね、本当にその境目の状況なのかなと、うん、いうふうに思います。で、そうですね、うん。うん、うん、うん。なので、ちょっとこのあたりですね、見ていきたいと思います。はい。ではまずですね、上のカードからですが、お相手の方とあなた様のですね、現在の状況というところで、ここですね、先ほどからちょっとお伝えしておりましたが、見ていきます。死神というカードが出ました。死神というのはですね、何かこう終わりを告げに来る存在ですから、何かを終わらせるとか断ち切るっていうカードでもあるんですが、これというのはですね、何もこう、なんですかね、バッドエンドをね、告げに来る存在っていうわけではなく、ターニングポイント、転機っていう意味もある通り、ここがターニングポイントだと。だから何か、こう、なのかな、もう古くなってしまっているものとか、もう抱える必要のないものをしっかりと何かこう、けじめとか、決着とか、終わらせることができたら、その後に新しい始まりとか、そこからの再生っていうものが、訪れるよと。だからここがターニングポイントなんだよっていうことを表すカードになるんですね。ですから、このカードが伝えてくれている通り、今そういうターニングポイントをお二人は迎えている。
つまりここからですね、再生であったり発展であったりスタートを迎えるためにはもう古くなってしまっているもの、もうこだわる必要のないもの、抱えている必要のないものですね、もう何でしょうかね、もうそれはもういいでしょっていうような、もうなんかもう断ち切らなくちゃいけないものですね、うん、例えば過去からの過去の経験から来る思想とかね、思想というか考え方、例えば、過去にいいですね、例えばお付き合いをした人に裏切られましたとね、浮気とかされましたと、その経験があるからどうしても今のお相手の方にもなんかそれをされてしまうんじゃないかっていう、そのちょっとこう恐怖心とか、疑ってしまう心とかね、それっていうのはもうね、抱える必要のないものだから、そういったものをここでちゃんと断ち切れるかどうかっていうものっていう、断ち切れるかどうかが今後の再生や発展につながるか、断ち切れないままでいるとそれが原因で本当にいろんなものが終わっていくことにつながるか、本当にそこの分岐点になってくるから、ここでいよいよもうね、もう必要のないものを断ち切れるかどうかっていうのが重要な時期だということを今伝えてくれています。それをうまくちゃんと断ち切ったり終わらせることができれば、そこからの発展があると、まあ、進展を表すカードが出ていてですね、カップの9というカード、これが正位置です。このカードというのはですね、大いなる満足を得るっていうカードで、まあ、大いなる満足を得るっていうこと以外に、夢の実現、願いが叶う、すなわちあなた様のその望んでいることですね、思い描いている夢とか願いというものが実際に叶って、すごく大きな満足を得られるような瞬間になっている、瞬間を迎えられる、そういったところにつながるターニングポイントが今だよっていうことなんです。ここに並んでいるカップのね、9つのカップでのこの欲しかったものです。この人が欲しかったものが全部手に入って、すごい満足している。だからあなた様の欲しいものも全然叶わないものではなく、本来は手に入れられるはずのものなんですね。でも、それが何かをこう断ち切れなかったり、終わらせることができていないから手に入れられていないだけで、全然それは手に入れることができるわけです。だからまだまだですね、発展の余地っていうのはあると思うんですが、すごい今重要なタイミングを今迎えていらっしゃる、そして、ここをですね見ていくとですね、その、ちょっとこのカードの意味からお伝えしていくと、レイズオアプロモーションというカードで、これはですね、昇級昇進というカードで、いわばですね、あなた様が、何でしょうか、ここですね、もうこう断ち切らなくちゃいけないもの断ち切って満足のいくような状況になっていけば、恋愛以外のこともうまくいき出すよっていうのが出ています。例えばお仕事、勉強、ご自身の活動とか、あとは他に悩んでいたこととかですね、それが解決したりだとか、あなた様の評価が上がったりだとか、評判が上がったりだとか、成績が上がったりだとか、あとは何だろうかな、活躍の場が増え出したりだとか、そういったですね、発展の、恋愛以外のところでの発展の波にも乗っていくようになる、そういった状況を控えてはいるんですね、お二人というのは。だからあなた様だけではないと思います、この上昇していくのはね、もちろんお相手の方も上昇していくと思うんですけれども、お二人というのはそういった展開を控えているわけですけれども、でもそれがこう断ち切れなくちゃいけないものを断ち切れていないから、まだ迎えられていないという可能性が高いんじゃないかっていうことをまず伝えてくれています。で、進展の可能性としては、先ほども最初にお伝えしたと思うんですが、それができるかどうかによりますから、今ちょうど半分、真ん中の 50% なんじゃないかなっていうふうにお伝えしました。で、実際進展を表すカードは出ているんですね。まずこちらのカードから見ていくと、こちらのカードですけれども、カップのキングっていうカード、これが正位置です。このカードは後ろに広がっている海のように、広い世界ですね。海というのは広い世界ですが、これ広い心を表していて、穏やかな海が描かれていますが、広く穏やかな心、すなわち寛大寛容という意味を表すカードでもあるんですが、それ以外で言いますと、この魚たちがこうね、生き生きとこう過ごしているっていうことから、すごく潤いのある環境とかですね、あとは豊かさとかですね、そういったことを表すカードになります。ですから、今の状況が、ちょっと言葉選ばずに言うと、ちょっと干からびている状態だったとしても、またそこに潤いは復活するということです。
潤いのある環境を手にすることができたり、豊かな状態、何が豊かになるかっていうのは、それは例えば愛情とか心が豊かになるとかね、まあいろいろあると思うんですけれども、その豊かになっていく可能性は全然まだあると、まあこれ実際に愛が深まる、愛が豊かになっていくっていうカードでもありますので、カップっていうのは愛の象徴ですから、だからそういった大きな愛を手にすることもできると、それは先ほども言った通り、ここですね、断ち切るべきことを断ち切った時ですね、断ち切ることができたらっていう感じですかね、全然潤いはもたらされていくと、ですからここに至るために、まあこれはね、断ち切るっていうことに役立つことなのかもしれないですが、 Turn on your heart light っていうカードで、心の光を灯すっていうカードになります。で、このカードのメッセージっていうのが、Reflect on a time when you experience love っていうことで、あなたが愛を経験していた時のことを思い返しなさいっていうカードになります。ですから、余計なものを断ち切るために、今、お相手の方からの愛を経験していた時、だから、愛をこう受け入れていた、受け取ることができていたなって思えるような時を思い出して、じゃあその時自分はどんな人だったか、どんな振る舞いをしていたか、どんな接し方をしていたか、どんな言葉を使っていたか、どんな行動をしていたか、ね、どんな、雰囲気をまとっていたかとかね、どんなことを考えていたかとか、それを思い返すことが、断ち切るっていうことにつながって、実際に断ち切ることができれば豊かになっていく。ですが、これをせずして、まあ、いわば、もうこれを抱えっぱなしですね。になってしまうと、運命の輪っていうカードが出ていて、運命の輪っていうのは運命というか、キーワードがありますから、運命がこれ味方してくれるか妨げとなるかっていうカードになっていて、逆位置ですが妨げとなるということですね。正位置だと運命が味方してくれて、その二人の努力をこう、例えば結果につなげてくれたりだとかね、努力、実力以上の結果をもたらしてくれるっていうカードにもなるんですが、逆位置になると運命が当選棒になって、頑張ってもなかなかこう、これ見込みや期待が外れるっていうカードになりますから、なかなか自分の思っている通りにいかないということですね。いかなくなってしまう。進展が起こらなくなってしまう。まあ、起こしづらくなるっていうのが近いと思うんですけどね、厳密に言うと。頑張ってる間にはすごくちょっとずつしか進まないみたいなね。なんかそういう状態になってしまうと。だから何でしょうかね。すごい重たい、重りをですね、持ちながらなんか進んでいくみたいな。本当はもっとスタッサッサッってこう歩いていけるのに。余計な重りを背負ってしまうってことです。ですから、まあそうならないためにもですね、このもう断ち切るべきことを断ち切っていくっていうことが今すごく大事だし、それができるかどうかが本当にこれからのターニングポイントになってくるというところですね。それがまず出ています。そしてですね、進展のタイミング、状況というのがまずここでして、これですね、Refusing to see っていうカードが出ました。これ見ることを拒むっていうカードなんですね。目をそらしている人がいますよね、ここに。なんか目をそらしている、背けている、見ることを拒んでいるわけです。ですから、今、まあ、断ち切るっていうことにもつながってくるんですが、まあ、今というか、今までですかね。あなた様がちょっとこう、目を向けることを、避けていたこととかね。ちょっと見たくないなと思っていたことに、ちゃんと向き合うことができれば、変化とか発展が起こるっていうカードです。まあ、変化が発展が起こるっていうのは、次のカードでそれを伝えてくれているわけなんですけれども、まあ、このカード自体でその変化とか発展が起こるまでは伝えていないんですけれども、見ることを拒んでいるものにちゃんと目を向けなさいと、向き合っていきなさいというカードなんですね。それをすることができれば、後ろに光がある通り、光が待っていると、明るい未来が待っているということを伝えてくれていて、この2という数字が出ていますけれども、あなた様がこれからね、今まで見ることを避けていたことにちゃんと向き合うことができれば、2という数字にまつわるタイミングで変化が起こると。例えばそれがね、ちゃんと向き合えば2週間後に起こるっていうこともあれば、まあ20日後かもしれないですけれども、まああとは2ヶ月以内っていうこともありますし、何月2日にとかね。そういった変化が起こってくるから、だから今まで目を背けてきたことに今こそやっぱ目を向けていかなくちゃいけない。そこに目を背け続けていると、
やっぱ進展が起こりづらくなってくるということですね。実際にその目を背けていたことにね、ちゃんと目を向けることができれば、進展を表すカードがここに出ていまして、こちらのカード、ペンタクルの3っていうカードが正位置です。このカードには進化進歩っていうことを表すカードの通り、やっぱ物事が先に進むようになるっていうことですね。まあペンタクルっていうのはこのお金のようなマークが描かれていますので、まあ物事が進むようになって、何かこう利益とかを得るっていうことですね。ですから、まあ、お相手の方との関係が進むことによって得られる利益ってあなた様にあると思うんですね。例えば、心がそれこそ豊かになるとか、日々のこう活力を得て、他のことも頑張れるようになるとか、いろんなまあメリットとか、利益とかはあると思うんですけれども、そういったものも得られるようになっていくっていうことですね。だから、先に進むようになっていくということですね。上昇していくっていうことであったり、まあ、心を悩ませていた問題が解決するっていう意味もありますから、ようやくね、そのあなた様が悩んでいたことが解決して、物事がスムーズにこう進んでいくようになる。そういうカードも出ているからこそ、やっぱり背けていたものにちゃんと目を向けていかなくちゃいけないし、それを背け続けていったらどうなるかっていうと、タワー、塔というカードが逆位置でした。塔というカードがですね、もともと正位置の時には塔に落雷が落ちてこれ崩れていく様から崩壊、破壊、破綻っていう意味があるんですね。でもこれはまだ崩れていなくて、崩れる予兆を表すカードになっているんですが、逆位置になるともうね、それがバババババってこう崩れてしまった状態ですね。ですから完全崩壊ということで、混乱や混沌、だからすごく混乱してしまうぐらい何かが崩れてしまうっていうことです。ですが、それは目を背け続けたら、先ほども言った通り、ここから50から100に近づくか、0に近づくかっていう、この0に近づく方を表しています。その背け続けたらね、必ずなるとかじゃなくて、背け続けたら。っていうのが出ているので、まあ、ここと、まあ、これですね、断ち切るっていうところが、今すごく大事な時期だよっていうところも出ているので、もう本当に今ターニングポイントだと思ってですね、後回しでいっかじゃなくて、もう今から実践していく、実行していくっていうことが、すごく大事になってくるんじゃないかなとは思います。はい。ではですね、今後、まあ、進展が起こるためには何がね、必要なのか。まあ、今もちょっと出ていましたけれども、改めて見ていきます。ではですね、見ていきたいと思います。お相手の方とのですね、関係を進展させるためにどういったことが必要か。はい、では見ていくと、そうですね、やっぱり出ましたが、ここが出ています。リリースっていうカードですね。これはまあ解放するとかですね、手放すっていうカードで、まあ表現は違いますけれども、やっぱり先ほどの死神というカードに近いメッセージなのかなと思います。まあこのカードはまあ木から落ち葉がね、こう降り注いでいる通り、もう何でしょうかね、まあ落ち葉が必要じゃないものではないけれども、やっぱ古くなっているものではあると思うんですね。その何かこうあなた様の思考を固めてしまっているものっていうのは、もう、まあ、時代遅れとはまでは言わないけれども、お相手の方にとの関係においてはやっぱり通用しないことなのかもしれないので、やっぱりそのね、リリースしていくっていうことですね。やっぱこう断ち切っていくっていうのも、これリリースするっていうことだと思いますから、やっぱそれができるかどうかっていうことですね。で、断ち切りなさい、断ち切りなさいってさっきからね、何度も言っていますけれども、なかなかそうは言えどね、言葉で言うのはこれ簡単なことだと思います。ね、実際にするのはあなた様ですから、そのね、するっていうことに関しては、
すごく、まあ、ハードルが高いことでもあると思います。でも、それを、より、こう、なんだろうかな、難易度低くというか、ハードルを下げて、こう、できるようになるためには、何が必要なのかっていうことで、ここが出ました。ジャーニーっていうカードが出ています。旅。まあ、旅行っていうことでもあるんですけども、旅ですね。断ち切らなくちゃいけないものを断ち切るっていうことに関して、今までいる場所でいると、なかなかその断ち切れないと。だから、リリースとかもそうですけども、リリースするためには、ちょっとこう、環境を変えてみることが大事。なぜならば、いつもいる場所に留まっていたら、なんかこれを手放して断ち切ってしまうことで、日常が変わってしまうかも、みたいなね。そういう恐怖心があって、なかなかもう必要じゃないと思っていることも、なかなか断ち切れなかったりすると思うんですね。でもそれを、ちょっとこうね、新しい場所、いつも行かないような場所に行って、例えば、自分のいる場所をこう客観的に見れるようになったりだとか、新しい刺激に触れたりとかね。そういったことができたときに人間っていうのは いつもと違う行動ができやすくなるんです。ですから別に本当にこう長期間の旅に行かなくてもいいんだけれども、まあ、日帰りとかでもいいし、別に旅行じゃなくてもちょっとこうね、いつもと違う、なんだかな、お決まりのコースとかね、お決まりの場所とかじゃなくて、いつもと違うところにちょっとこう旅に出かけてみる。その経験がね、リリースしなきゃいけないことをちゃんとリリースしたり、断ち切らなくちゃいけないことを断ち切ったりっていうことにつながっていくというのが出ているので、この旅というのはすごくあなた様にとっては有益なものになると思うので、まあ、実際の旅行じゃなくてもいいんですが、なんかそう新しい環境とか環境を変えてみるっていうことはすごく大事かなと、いうところが出ています。そうすることがですね、ここですけれども、こちらのカードですね。カップの7っていうカードが出ているんですね。このカードっていうのは、迷い、戸惑い、混乱、あとは誘惑、衝動的っていうね、あとは近視眼的考え方、いわば、目先のことしか見ていないみたいなことですかね。そういったカードになるんですけれども、そういったことですね。ですから今、混乱とか、戸惑いとか、あとは誘惑とか衝動的みたいなことをお伝えしたいと思うんですけども、それに流されないようなあなた様になっていけるっていうことです。逆に言うとそれに流されちゃダメだってことですね。誘惑とか、混乱した時に生まれてきた、例えば焦りとか不安に流されるとかね。流されてなんかこう、良くない行動を起こしちゃうとかね。誘惑に負けて、ついつい何かをしちゃうとかね。そういったことを繰り返してしまうと、このカード他の意味としては手の届かない夢とかですね。非現実的な妄想ということで、実際に先ほどカップの9というもので、ね、夢とかが叶うっていうふうにお伝えしたと思うんですけれども、それがもう手の届かない夢になってしまう。それぐらいまでもう遠いところまで行ってしまうってことです。あなた様の夢がね。その戸惑いとか、混乱とか、誘惑とか衝動に流されていては。だからもしかしたらその、リリースするべきものはそういったものかもしれないし、それ以外にもあると思うんですが、それをリリースしやすくするためには、ちょっと環境を変えてみるっていうことがすごく大事。新しい環境を触れてみる。ちょっと経験してみるとか、赴くだけでもいいと思うので、ちょっとそこをね、体験されていくっていうことが進展においてはすごく大事かなとは思うので、参考にしていただけますと幸いです。はい。そしてこちらも見ていきましょう。エンジェル・オブ・ストレングス。力の天使というカードです。このカードには自発的、能動的、積極性ということを表すカードで、もしかしたら今のあなた様にはそれが必要なのかもしれません。これが出ているってことは、逆に言うと今までが受動的とか、消極的っていうことであったり、あとはね、ちょっとこうあなた様自身がちょっとこうなんだろうかな、相手のことを思いやりすぎて、ちょっと自分の意見とか考え方を言わなすぎていたのかもしれません。そこにね、甘えて、お相手の方がどんどん自分の意見とかね、わがままを言うようになって、なんかそれに、あなた様が付き合わされるとか振り回されるみたいな状況になっていたのかもしれないので、ここでやっぱりちょっとね、こう自分の、意見とか考え方もやっぱこう言っていけるようにしていくっていうこともすごく大事だと。思いやる気持ちとかね、気を使う気持ちも大事なんだけれども、それは自分のことも言えて、こうバランスが取れて初めてね、良くなっていきますから、そこがね、もしかしたら大事だっていうのも出ていたので、参考にしていただければなと思います。ということで、リーディングは以上ですが、最後こちらについてお話ししていくと、今回もいただいたご質問
答えしていくんですが、今回いただいたのは、男性にとって拗ねる女性は面倒ですかっていうご質問でした。ご質問ありがとうございます。まあ、拗ね方にもよりますけれども、まあやっぱり拗ねてね、その自我がコントロールできていない状態ですね。もうなんかこう、物を壊しちゃうとかね、なんか周りの人がいるのに、ね、なんだかな、泣きわめくとかね、なんか極端な話ですけれども、そこまで行っちゃうと、さすがに面倒だと思われると思います。だから、まあ、拗ねる時も大事だと思うんですけども、拗ねるよりかは、例えば、まあ、寂しがるとかね、悲しがるぐらいに留めた方が、逆にそのお相手の方にね、まあ、罪悪感を植え付けるっていうわけではないですけれども、なんかこうね、お相手の方によりこう、自分のことをね、心配してもらったりすることはできるのかなとね、思いますので、まあ、あまりこうね、極端な拗ねっていうのは、プラスにはならないかなというふうには思うので、参考にしていただけますと幸いです。はい。ということで、B をお選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったらチェックしていただいて、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらの、休息と若返りというか、もしくはですね、Cをお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマですが、今後あの人との関係が進展する可能性はということで、進展する可能性がどれくらいありそうかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方と、あなた様の現在の状況を見ていきながら、お相手の方と進展する可能性はどれくらいありそうか、そして進展するとするならば、どんな状況、タイミングなのかっていうのを見ていき、今後ですね、進展するためにはどういったことが必要なのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、まずはじめにお相手の方とあなた様の現在の状況、そして進展する確率が可能性ですね、そして、進展するとするならばどんなね状況やタイミングなのかっていうのを見ていきます。はい、では見ていきましょう。上のカードですけれども、こちらがお相手の方とあなた様の現在の状況を表していて、こちらがお相手の方とですね、あなた様が進展する可能性がですね、どれぐらいあるのか、そしてあるとするならば、今後どんな状況やタイミングかっていうカードになります。では見ていきましょう。なるほど。
ではですね、見ていくと、進展の可能性はあるんだけれども、その進展の可能性のところに、エクスプレスラブするギフツっていうカードで、まあ、贈り物を通じて愛を表現することが、進展につながるというのが出ているんですね。ですから、贈り物を贈るタイミングとかですね、まあ、考えやすいのは、例えば、まあ、お誕生日とかもそうだと思いますし、あとは、まあ、何でしょうかね。何かこう、お相手の方が達成されたお祝いとかですね。うん。あとは、まあ、何でしょうかね。まあ、入所祝い、退所祝いとかね。まあ、そういったこともあるでしょうし、まあ、二人にとっての記念日とかですかね。何かそういった、セレブレーションというか、その、お祝いをね、まあ、贈り物を贈れるタイミングですね。まあ、お中元とか、お歳暮とかもあるかもしれないですけれども、なんかそのタイミングで、ですね、何か進展が起こると、起こりそうだというところが出ているんですけれども、ただ現在の状況を見ると、祈りというところと、安堵、平和っていうカードが出てるんですね。ということは、平和になること、安堵できるような状況になることを祈っているということは、今それが遠のいているように感じるような状況なんだと思うんですね。なのでちょっとこのあたりですが、それぞれのカードを見ながらお伝えしていくと、まずお二人の状況というところを見ていくんですが、ここから見ていきます。パワーオブプレイヤーというカードで、祈りの力というカードでした。何かを祈っている、まあ、祈っている天使がいますけれども、まあ、それぐらいこう、今は祈りの力に頼らなくてはいけない状況でもあると思うんですね。神様お願いします、みたいなね、感じで、こう、すごくこう、祈っているっていう状況があるかと思います。じゃあ、何を祈っているのか、祈って手にしたいと思っているのかっていうと、ここなのかなと思うんですが、ワンドの4というカード、これが聖地でした。で、このカードっていうのは安心安堵っていうことであったりだとか、安堵っていうのはこうホッとするような状況ですね。とか関係性とかも表すんですけども、安心安堵であったりだとか、安定した暮らし、落ち着いた環境、くつろげる環境とかですね。豊かさを享受するって意味もあるんですけれども、いわばここね、二人が笑顔で過ごしているような姿がある通り、また再びですね、お相手の方とお互い一緒にいて笑顔になれていた時が、はぁ、みたいな感じでこう、ほっとね、できるその安堵感とか安心感に包まれていた状況だと思うんですけれども、その状況、関係性、距離感とかになることを今祈っていらっしゃるんだと思うんですね。ということは、それが手に入っていたら祈るっていうことはないと思いますが、逆にちょっとそれから遠のいているんじゃないかなと思うんですね。例えば物理的な今の二人の距離がこうね、開いてしまっていたり、ね、片方の方はなんかこうね、笑顔だけども、片方の方は笑顔じゃない。まあもしくは両者笑顔じゃないとかね。まあだから例えば緊迫した状況とか気まずい状況とかね。会えば喧嘩するとか、なんかそういう、なんかこう全然心が落ち着かない状況になってしまっていて、望んでいるものとは全然こうギャップが開いてきているから、またここに戻りますようにというかね、近づきますようにっていうことを今祈っているんだと思うんですね。で、ここもそうなんですが、こちらのカード、スター、星っていうカードが出ました。星というのも、正位置の時には、星というものがですね、そもそもこれ理想とか希望を表す象徴なんですね。で、その星が降り立ってきている様子から、ですね、まあこれは、ですね、まあこの一番星がこうね、何かをね、注いでくれているということが、これ理想に近づくとかですね、希望を見出せるような状況に変わっていくとかですね、まあ夢や願いが叶うっていうカードになるんですが、逆位置になるとそれが遠のくと、いわば理想から遠ざかる。ということであったり、全然こう、願っていないような状況になるとかですね。だから今その、願っていない方向に、どんどん二人の関係が進行していっているから、その流れが止まり、また良い方向へと流れが変わりますようにっていうことを、実際に、その、なんて言うんでしょうかね、こう、祈っていらっしゃる、願っていらっしゃるっていう状況なのかなと。だから、今の状況というのは全然あなた様として精神的に落ち着かない状況だと思うんですね。もうなんか本当にこう、理想がどん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 なんか遠のいていってしまっているような、毎秒毎秒なんか遠くに行ってしまっているような、なんかそういうね、
状況っていうか、まあ感覚があって、全然もう心がもう落ち着かないというか、うん、もうそわそわしてしまうというかね。なんかこう本当は集中しなきゃいけないことがあるのに、うん、なんて言うんでしょうかね、こう心が落ち着かなくて、その目の前のことに集中できなくて、本来だったらば、なんだろうかな、普通のあなた様だったらしないようなミスっていうものが発生してしまったりとかね、うん、本来だったらしないようなことをやらかしてしまったりみたいな、なんかそういうことが、今起こっているんじゃないかなと。だからあなた様個人の生活にもちょっと支障が来ているんじゃないかなと思うんですね、うん。で、そこから進展する可能性というのは何かっていうと、まずあなた様が心を落ち着ける必要がある、ということですね。と、先ほどもお伝えしましたが、贈り物を贈るタイミングで進展があるということなんですが、まあ、総合的に言うと 100% 満点だとすると、ちょっとね、今芳しくない方向に進んでいるから、まあ、進展する可能性というのはここだけをすればいいってわけじゃなくてね、うん、だいぶこう改善してるとこをしていけば進展するってことなので、まあ、改善する前ですから、今 40% だと思います。でもそれは上がっていくと思うので、うん、全然ね、上げていきましょうという話なんですけれども、進展が起こるとするならばっていうところからまずお伝えしていきます。進展は全然あると思うんですけれども、エクスプレスラブするギフツっていうカードですね。贈り物、ギフトを通じて愛を表現する、うん、まあ、ギフトを通じて愛を表現している人がいますね、うん、これによって二人の距離とか、また愛がね進むようになったりだとか、距離が縮まったりだとか、気まずさがなくなったりだとか、親密な関係になったりだとか、うん、逆に言うと、贈り物を贈るタイミングで動いた方がいいということです。ですから、最初にも言いました通り、その贈り物を贈るタイミングっていうのが、例えば、まあ、お誕生日っていうのはそうですね。とか、まあ、あとは、何かお祝いをするとき、ね。お相手の方が何かこう達成したり、合格したときとかね。合格祝いとか。まあ、だから逆に言うと、卒業祝いとかもあるかもしれないですね。あとは入賞祝い、退所祝いとか、まああとは何でしょうかね、贈り物を贈るタイミング、まあ2人にとっての記念日っていうのもそうかもしれないし、例えばお相手の方がね、そのまあペットを飼っていらっしゃるんだったらば、ペットの誕生日とかもあるかもしれないですね。お相手の方のご家族と仲がいいんだったら、ご家族の誕生日とかもあるかもしれないし、何かね、こう贈り物を贈れるタイミング、お中元お歳暮っていうのもあるかもしれないですけれども、そのタイミングで動く。ただそれをすれば必ず動くっていうわけじゃなくて、それ以上に大事なことがあるっていうのが出ているんですね、まずはここです。こちらのカード、これをしなかったら贈り物を渡したとしてもなかなか進展にはつながらないと思うので、ここをまず改善していく必要はあるかなとは思うんですが、女教皇、女教皇っていうカードが逆位置です。これ両者にっていうことだと思うんですね。あなた様だけじゃなくお相手の方もだと思うんですが、このカードっていうのはもともと正位置の時というのがですね、冷静沈着とか落ち着いた心っていうカードなんですね。全体が青色のカードになっていますけど、これ冷静さを表すカードなんですね。あとは冷静で落ち着いているからこそ、どんなこともまあ落ち着いて対処したりだとか、その落ち着いている様子がその品格に溢れるっていうカードになります。品格とか、まあ品性とかね、上品っていうカードでもあるんですけども、逆位置になると、いわば冷静さを欠いているっていうことであって、心が落ち着いていない。ね、そういった形で、まあ、バタバタ、慌ただしくて、ちょっとこう、品性に欠けるような状態ですね。もし、これが今、あなた様に起こっているんだったらば、それをまず改善していかないと、いくら贈り物を送ったとて、それがお相手の方の心に響かなくなってしまいます。ですから、あなた様が今、冷静さを欠いているんだったら、もう一回冷静さを取り戻して、あなた様本来が持つ、その、品格、品性っていうものを取り戻した上で、贈り物を送るタイミングで、愛を表現していけば、それが進展につながるということです。で、逆にお相手の方が落ち着いていない場合、あなた様が冷静でお相手の方が落ち着いていない場合は、お相手の方が落ち着くまで待ってあげた方がいいと思います。
たとえこの何かね贈り物を贈るタイミングの時が先に来てね、でもまだお相手の方が落ち着いてないんだったらば、落ち着くまでを待つっていうことを優先された方がいいと思います。落ち着いてからちょっとこう日は過ぎてしまったけれども、これちょっと日は過ぎたけれどもお誕生日プレゼントねっていうことでこう渡すとかね。だから先にこっちを待った方がいいと思います。落ち着いたりだとか品格を取り戻されるまで待った方がいいと思います。たとえ送るタイミングがずれたとしてもね。じゃないとこの落ち着いていないままだと不安が増幅していくっていうカードが出ているんです。ムーン、月っていうカードが出ていて、月というのは悩み、不安、心配、恐れっていうことを表す象徴になります。それがどんどん接近しているような、まあ大きなね月が描かれていますから、どんどんこう接近してくるような感覚になって、どんどん不安が大きくなっていくと、事態が深刻化するということです。ここを何もしないままだとね。だからこの2枚が出ているから、まだちょっとね40%というふうにはお伝えしましたけど、逆に言うとここを克服すれば全然高まると思いますし、動くきっかけもあるから進展はすると思います。で、動くタイミングですね、進展の時期っていうところはここが出ていまして、フローっていうのが出ています。流れっていうカードですね。物事の流れが何だかな、流れ出すというか、止まっていた流れが動き出すっていうカードになります。まあ望んでいる方向に流れが動き出すっていう感じですかね。でこのカードにもやっぱりこの片方には胸に手を当てて、もう片方にはね水にこうつけているね姿がありますけれども、この水面を見ていただいたら分かる通り、この激しくなくてこう何だかな、穏やかな水面になっていると思うんですね。ということはこれ心とその水面がこう反映されている状態ですから、やっぱ心が穏やかな状態になった時に動き出すと。で10という数字が出ていますから、10にまつわるタイミングで進展が起こるんだと思います。これは先ほどもお伝えした通り、冷静になれていたり落ち着けていたらということですけどね。その条件があってこそだと思うんですけれども、あった時に動き出す。12まつわるタイミング。まあもちろん10日後っていうのもあるかもしれないですけども、何月10日とか、例えば10月とかね、何々が起こってから10ヶ月目になる時とかね。まあ10週間目っていうことかもしれないですけども、10日目とかもあると思うんですが、とにかく12まつわるタイミングですね。何か今やらなくちゃいけないタスクを10個クリアした時っていうこともあるかもしれません。とにかく10という数字が進展を表しています。でそこをですね、不安な状態のままだとやっぱり理想と現実のギャップが開いていくよっていうのが出ているんです。ペンタクルの7っていうカードが出ていて、これ理想とほど遠い現実っていうことで、自分の思い描いている理想と目の前の現実にギャップがあるから、あんまりこれね楽しそうにしていない表情の人がいる通り、なかなか現実と理想のギャップが埋まらなくて楽しめないと、目の前の現実をね、とかここのカードになるんですけれども、このカード、ラバーズっていうカードは逆位置で、まあこのカードが、まあ恋人たちっていうカードですから、正位置の時には恋人になるとか、恋人になるための決断を下すっていうカードになるんですが、逆位置になると、まあ、その恋人になる決断がなかなか下されない。まあ曖昧な状態とか迷いっていうことを表すカードなので、なんかすごく曖昧な状態がやっぱ続いていくだけになってしまうと。だからそういった状況から脱却するためにも、ここのイベントっていうのはすごく大事なんだけれども、そのイベントを起こす前にまずはこう冷静さ、あなた様に冷静さがないっていう状態なんだったら、そこを取り戻していくということ、お相手の方に冷静さがないんだったら、そこをやっぱ寛大に見守ってあげて、回復するまで待ってあげるということ、それが進展の鍵となるというところが出ていたので、そこを意識していけば全然進展は起こると思います。では今後ね、進展をするために必要なことって何かっていうのを見ていきます。
はい、では見ていきましょう。今後進展を起こすために必要なことは何かというカードです。はい、では見ていくと、やっぱり助教皇というカードの逆位置にもありました通り、まずやっぱりこれが必要なのかなと思います。インナーピースというカードが出ました。心の安らぎっていうカードになります。やっぱり心が安らいだ状況にならないと二人は引き寄せられないっていうことです。これは両者の心が安らいだ状況になることによって二人が引き寄せられる。まあこれね、二匹の鯉が同じ池をね、泳いでいますけれども、心の安らぎっていうのがこの水の透明さだと思ってください。だから、どっちかの心がですね、やっぱりこう、穏やかでない、安らいでいないと、やっぱこうね、鯉も泳ぎたくいいと思わない、なんかちょっと汚い、なんていうでしょうか、濁った池になってしまうわけですね。水になってしまうわけです。でもお互いが心が安らいだ状況になると、ね、自然とまた同じところにこう戻ってきてね、そこで一緒に過ごせるようになっていくと。だから、いかにこの心の安らぎ、インナーピースが重要か。だから、ここでね、もしあなた様にそのインナーピースがない場合だったら、そこへ取り戻していく必要があるし、まだあなた様は心が安らぐかの状況なんだけれども、お相手の方に心が、の安らぎがないっていうのであれば、それをこう手にするまでこう待ってあげる、心が落ち着くまで待ってあげる、それがやっぱりすごく大事。ここさえね整えば、2人っていうのは全然共に過ごせていける2人だから、いかにこの心の安らぎっていうことが大事か、っていうことを伝えてくれています。この心の安らぎがあれば、ここですね、このカード、ワンドの8っていうカードが出ているんですけれども、このカードっていうのは、急速な展開、急展開っていうことを表すカードになります。ですから、お相手の方との関係に急展開が起こると。でも、それは、インナーピースが手に入った時だと、保たれている時だということを伝えてくれています。で、このカードには、その急速な展開、急展開っていうことを表す他に、いいですね、協力関係に恵まれるとか、信頼関係っていうことも表すカードになります。心が安らかになることによって、お互いがまたお互いのことを深く信頼し合えて、それによって急展開が起こるということです。ですから、この急展開を起こすためにも、このインナーピースっていうのは非常に重要だっていうところが出ていましたので、これはね、もう本当に大事なことだと思いますし、インナーピースが手に入ることで、ここもね、つながってくるのかなと。ミスティカルシャーマンっていうカードが出ましたが、このカードっていうのは、執着を手放して生きるっていうカードになります。だから、心が穏やかで落ち着いた状況になれば、今、もしかしたらあなた様の中にある執着みたいなものが自然とね、こう、スッと、こう、なんでしょうかね、こう、手放されていくというか、なんかこう、自分からこう、ポロッとこう、取れていくというかね。そういった執着が手放して、こう、生きることができるようになった時に、物事が、なんか、別にそのね、執着がある時ってこうなれこうなれこうなれこうなってくれこうなってくれみたいなね、そう考えてると思うんですけども、なんかね、そういったことを考えずとも、なんか自然と目の前の状況がそれに近づいていくみたいな、だからそういう状況になるためにも、まず執着を手放さなくちゃいけないし、じゃあ執着を手放すためには何が必要かというと、心が安らかでないと執着っていうのはなかなか手放せないから、ここが全ての原点になってくるよと。そういったカードも出ていますから、ですからいかにね、心を安らかな状況にできるかどうかっていうことが、まあ、今後のね進展においてはすごく大事だし、それができれば 40% というのはお伝えしましたけれども、全然それは上がっていくと思うんですね。50%、60%、70%、80% ね、どんどんこう良い方向に進んでいくと思いますので、まあ、逆に言うと、ここの心の安らいでいない心っていうものが、まあ、最大の敵だと、いうふうに思っていただいた方がいいというぐらいの結果だったかなと思いますので、参考にしていただけますと幸いです。はい。そして、最後選択肢のカードも見ていきましょう。C をお選びいただいた方のカードはこちらでした。レスト&レジュベネーションっていうカードで、休息と若返り。まあ、若返りっていうのはどちらかというと、こう、リフレッシュするみたいなことですね、を表しています。で、まあ、そういったことが今、あなた様に必要だと。休息と若返りですね。これが、まあ、おそらく先ほどもありました、まあ、いわば、なんでしょうかね、こう、心の安らぎっていうところにつながってくると。
で心が安らいだらね、その流れも動き出すっていうのもありました通り、うん、やっぱりいかにね、ちょっとここが必要かっていうことは、かなりですね、あなた様が今まで自分に無理をされてきたんだと思います。ちょっと自分に鞭を打ちすぎた。うん、たまには自分にも飴を与えてあげましょう。うん、ちょっとこうストイックになりすぎていたのかもしれません。ですからちょっとそれを緩めてですね、それは別に怠惰とかでは全然ないです。堕落でも全然ないです。うん、そういったところをちょっと緩めて、自分にも休息とリフレッシュっていうものを与えてあげることが良い流れを迎える上では必要だっていうことを伝えてくれていますので、うん、まあ、これもですね参考にしていただけますと幸いです。はい、ということで、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていくんですけれども、今回もいただいたご質問についてお答えしていきますが、今回いただいたご質問は、男性にとって拗ねる女性は面倒ですかというご質問でした。ご質問ありがとうございます。まあそうですね、まあこれはまあ拗ね方にもよるとは思うんですね。まあ拗ねた時にも本当にね、なんて言うんでしょうか、こう手に負えない、うん、状況になってしまったら、これはさすがに面倒だと思ってと思います。例えば何だろうかな、拗ねてなんかこうね、周りのものを壊すとかね、なんか周りの人がいるのにこう迷惑を考えないような行動ですね。例えば大声で叫ぶとかね、なんかそういったことまでしちゃうとやっぱり面倒だなっていうふうには思われると思うので、なのでまあ拗ねるというよりかはですね、例えばまあ寂しがるとか悲しがるとかね、なんかそれぐらいに留めた方が逆にその面倒だなって思われるか、ああなんか自分が悪いことしてるなって、なんかちょっと罪悪感を植え付けるかっていう、この違いにもなってくると思いますから、あんまり拗ねるという行為にプラスの効果が期待できるかっていうと、ちょっとそれはこう望み薄かなとも思うので、あんまり時に拗ねることが必要な時もあるかもしれないですけども、あんまりおすすめではないかなというふうには思います。気持ちを引きつけるとかだったらね、はい、ということで、最後 C をお選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画少しでもお役に立てれば幸いです。はい、また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何かね、特定の方とのお悩みであったり、まあ、あとはですね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定も行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい、その他ですね、各種 SNS もやっておりまして、インスタ、TikTok、Twitter ですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますが、よかったチェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい、それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。